ベルコーサ、図ンベルコーサ、図版花の拡大図、ブラッシア属ブラシアは、卵化の属の一つ。オンシジウムに近縁なもので、学編と側下辺が細長く伸びるものが多いので、その形から、スパイダーオーキッドと呼ばれる。多年性双本で、常緑性。ニセリン系は一節のみが大きく膨らみ、その基部に2体以上の鞘葉がある。また先端からは普通は2枚の葉が伸びる。 葉は線形から楕円上皮神経、長楕円形。花形は、ニセリン形の基部にある鞘ア葉の隙間から出て、直立、または球状に伸び、僧状、または円錐状に多数の花をつける。花は、花弁や額が平らに開き、縦長の形。額片と、側花弁は細長く、先端は尖り、形は似ているが、花弁の方が、やや短い。 神弁は平らで短く、その基部には2本かそれ以上の数の縦畝がある。随中には翼や脚部がなく、花粉界は漏室で2個からなる。褐色は緑や黄色が多いが、赤葛色のトラフなどの色を乗せるものもあり、また、良い香りを持つ、モも,も多い。学名は18から19世紀の植物画家であった、イギリス人のウィリアム・ブラス・ウィリアム・ブラスに、 県名されたものである。フロリダ半島南端部から南の熱帯アメリカに分布する。多くの種が標高1500メートル以下の湿った森林内に生える。樹上に着生するものが多いが一部に地生するものがある。ブラッシア族には以下の種がある。ヨランとして栽培される。略語は BRS である。 その細長く伸びた弁の形が似ているとして、スパイダーオーキッドと呼ばれる。ベルコーサは日本でも大正時代から栽培されていた。珍奇で独特な花型は広く好まれるとも。ただし普及している、ベルコーサは、花は美しいが、その香りは一般には好まれないとも。標高の低い地域のものは、暑さに強く、対処性の弱いオドントグロッサムなどと交配して、 幸いの容易な改良品種を作ることが、試みられている。それらについては、オドントグロスサムなどの項も参照されたい。B ランセンナ・ランケアナ、唐沢監修 P55 ドバシ P253 ガーデンライフ編 P180 ブラシア・ザップラントリスト、オーバ監修 P117 ガーデンライフ編 P180 唐沢監修 P56 ありがとうございます。